元気4、1573年、上落を目前に死去した武氏信玄。その死因には、諸説あり、特定するのは何一信玄の弟、信子レア即室で勝頼の母、なった、諏訪の方が若くして死亡している子から、結核、老害であったという説も、る。結核は、当時不治の病であり、死期を悟った。玄が、最後の望みをかけて、 上落を決意したと、手も不思議ではない。武田信玄の像とされるのは多く残っているが、大部分は江戸時代も、で、同時代のものは少ない。最も名高いのは孔、山、政経院に残っている、長谷川信春、東白が久し、他、肖像画である。眼光鋭く体格の良い諸老の肖の肖像である。 次元に溢れ我々のイメージ、ある武田信玄としてももふさわしく、痩せて顔色の悪い結核患者には見えない。しかし、の肖像については、武田家の家紋が有名な四、騎士であるのに対して、肖像の配当、配当、残り2192、あざ、全文2575文字ご登録から1、ヶ月間は99円。